はいどうもこんにちは。今回は今月発売のトミカプレミアムの新車両と廃盤車両をチェックしていきます。早速見ていきますが、よかったらねチャンネル登録高評価で応援よろしくお願いします。それでは行きましょう。今月こちらですね、25番です。トヨタカローラレヴィンです。はい、まずねパッケージこんな感じですね。赤いね86レヴィンですね。そして上の面はねこんな感じになってます。スケールが1/60、サスペンションと左右ドア開閉のアクション付きです。で横ですね、こんな感じになってます。はい、トヨタカローラレヴィンですね。はい、こちら赤と黒いねツートーンのねボディカラーがねかっこいいです。はい、タイヤホイールねこんな感じで、ホイールねやはりねトミカプレミアムということでね、結構ね造形がしっかりと作られてますね。でこの横にね、レヴィンのねステッカーも貼られてます。かっこいいですよね。今見てもやっぱりねこの車かっこいいかっこいいですね。はい、ヘッドライトはクリアパーツが入っています。で、ね、このサイドマーカーとかね塗り分けされてますね、オレンジで。あとこのグリルですね。はい、こんな感じになってます。で右サイド、はい、いいですね。でドアね開けてみるとこんな感じですね。はい、ダッシュボードとかねこの辺りですね。あとシートですね。色がね茶色い成形色ですかね、これね。そんな感じになってます。で、この後ろのね、窓ガラスの縁もしっかりとね、艶ありの黒でね、縁取りされてます。で、テールレンズですね。オレンジと赤とかね、クリアパーツですけど、まあ、色はね、しっかり入ってます。で、真ん中にトヨタとかね、こう、レヴィンのね、ステッカーとか、アペックスとかね、こうシールが貼られてます。はい、ちょっとね拡大できたらしておきます。はい、そしてボンネットから、はい、ダッシュボードね、こんな感じでシートもねしっかりと造形されてます。はい、屋根の上、そしてねリアですね、こんな感じですね。透明度が高いんでね中もね結構よく見えます。リアシートとかね。はい、そして、シャーシ面ねこんな感じになってます。結構ね造形されている方かなと思いますねこれね。はい、そしてマフラーの対向から先がシルバーになってます。後ろから見るとねあまり目立たないですけどね、結構細めというかね出口の部分が。はい、あとサスペンション、はい、リアはねあまりストロークはないけどね、まあしっかりと、まあ、サスペンション機能してますね。フロントはこんな感じ、ね、タイヤもよく回ります。はい、ということでね、今月発売のトミカプレミアムですね、トヨタカローラレヴィン、こちらね通常バージョンですね。であとね、プレミアム発売記念仕様の方をチェックしていきます。はい、続いてね、トミカプレミアム発売記念仕様の方をチェックしていきます。はい、ね、パッケージねこちらですね、赤い箱の方ですね。はい、そして上の面こんな感じです。ボディからね白と黒のねツートンタイプですね。こちらスケール1/60、サスペンションと左右ドア開閉のアクション付きです。はい、こちらも見ていきましょう。はい、トヨタカローラレヴィントミカプレミアム発売記念仕様です。こちらは白とね黒のツートンカラーとなってます。はい、こんな感じで、はい、ほいね、そして横こんな感じですね。ここのノブのとこもね黒いですね。フロント側見ていきますとこのような感じ、しっかりとねこのグリルのねラインもねしっかりと再現されてますね。この色のついたラインですね。はい、でヘッドライトはクリアパーツ、なかなかかっこいいです。で右サイドで中ねこんな感じになってます。はい、そしてテール側ですね、ね、クリアパーツで赤とオレンジで塗り分けされてます。はい、ステッカーもね、まあ、下が白なのでねよく見えますね、こんな感じで。はい、ちょっとねこれもねアップできたらやっておきます。はい、かっこいい。はい、そしてボンネットから、ね、内装もよく見えますし、はい、屋根ね、リア側ですね、はい、こんな感じ で、あとねシャーシ面、マフラーのねシルバーですね。でサスペンションと、はい、タイヤもねしっかりと回ります。あ、
ちら開けてなかったですね、はい、すいません、はい、こんな感じです。助手席側開けるとこういった感じです。これも、茶色にね成型色となってます。はい、こんな感じですね。ということでね、今月発売のトミカプレミアム、こちらね、発売記念仕様のね方ですね、トヨタカローラレビンですね、白と黒のねツートンタイプでした。それではね、あとね廃盤となるね入れ替わりとなる車両をチェックしていきます。はい、入れ替わり廃盤となるのがこちらですね、25番トヨタスープラです。はい、パッケージね上面こんな感じですね。62分の1スケール、左右ドア開閉とリトラクタブルライトの展開収納のアクション付きです。はい、こちらですね、はい、トミカプレミアムのスープラですね。こちら70系のねスープラです。でタイヤホイールこんな感じになってます。通常タイプはね黒いボディカラーでしたね。なかなかこのねスープラかっこいいです。はい、ね、しっかりとねこのホグとかねこのサイドマーカーのあたりね塗り分けされてますしね、はい、エンブレムも入ってます。なかなかこの前のねちょっと長い感じがねかっこいいです。でドア開けるとこんなような感じですね、グレー系のね成型色ですね。内装シートの感じはこんな感じです。ヘアシートもついてます。はい、でテールレンズですね。テールレンズ赤いクリアパーツで、ここねシルバーでねちょっとねプリントされてますね。はい、こんな感じでかっこいい。でこのね黒いボディカラーなんですけど、若干ここねグレーの色になってます。このテールレンズの下はね若干こうグレーカラーになってますね。このラインから、ね、つながってます。はい、そして助手席側開けるとこのような感じですね。はい、シートの形状とかもねしっかりと確認できます。はい、こんな感じで、であとねリトラクタブルライトですね。ここを動かすと、はい、展開状態、そして収納状態、ね、どちらもね選べるのがいいですね、これ。うん、かっこいいです。でヘッドライトの部分はシルバーでの塗り分けですね。横の面とかもねしっかり黒になってるんでねかっこいいです。はい、ダッシュボード内装、はい、こんな感じで、そしてシャーシ面ですね、はい、フロント側、そしてリア側ね、こんな感じになってます。この辺り結構細かいですよね。で、マフラーはこの出口部分だけシルバーですね。太鼓はブラックです、はいはい、これはサスペンションはなさそうですね。一応ちょっとグラグラはしますけど、はい、こんな感じでタイヤもね、しっかりと回ります。ということでね、今月廃盤となるね、トヨタスープラでした。続いてね、同じ車種の、トミカプレミアム発売記念証もチェックしておきます。続いてね、こちらですね、トミカのね、トヨタスープラ、トミカプレミアム発売記念仕様です。はい、赤い箱で。これもね、62分の1スケール、左右ドア開閉、リトラクタブルライトの展開収納アクション付きということでね、はい、見ていきましょう。はい、こちらね、トミカプレミアム発売記念仕様です。はい、ボディからね、白ですね。で、ここね、横のラインはね、先ほど同様、グレーのラインです。まあ、こっちの方がね、よく見えますね。で、タイヤホイールこのような感じです。で、助手席開けるとこのような感じ。内装のカラーが、こちらちょっと、ね、赤系のね、成型色ですね。さっきはグレーでしたけど、この辺りがね、ちょっと違います。同じカラーで出てくる時もありますけど、このスープラの場合は、トミカプレミアム発売記念仕様はこの赤系の成型色で、通常タイプはグレー系という感じになってますね。あとこのサイドマーカーとかね、この辺りの塗り分けですね。ホグランプのところはシルバーになってます。なかなかかっこいい。で右サイドで運転席側ですね、このような感じになってます。この形状ですね、こんな感じで、はい、やっぱねこの横から見た時のフォルムねかっこいいです。でテール側ですね、こんな感じで赤いクリアパーツに、シルバーでねちょっとねこうプリントされてます、はい、こんな感じですね。ちゃんとこうマフラーもね
よく見えます。でスポイラーの部分はこう中がね抜けてない状態ですね。そしてリトラクタブルライトね、はい、展開状態横から見るとこのような感じですね。この表面は白ですけどね、このサイドは黒、そしてライト部分はシルバーということで、まあ、この辺りはね実写っぽい感じになってますね、はい、こういった感じでね、かっこいいです。でダッシュボードとかね、あとリアゲートの下、このボードのところのね造形もね細かいですね。はい、そしてシャシメ、はい、フロント側、そしてリア側とね、タイヤもしっかりと回りますということでね、今月廃盤となるねトヨタスープラの、トミカプレミアム発売記念仕様でした。はい、ということで今回はトミカプレミアムの新車両と廃盤車両をチェックしました。またねこのシリーズね新しいものが手に入り次第ご紹介していきますので、ぜひねチャンネル登録高評価コメントの方お待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。